アニプレックス。キララファンタジー。遅くまでやってると朝が辛いから、ほどほどにな。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。まずはお知らせとして、強敵チャレンジクエストありますね。おー、ソルト、いいですね。ソルトか、さらに新規星5キャラクター解禁ってなってます。これは何か、銀色モザイクのアリスカターレット役、田中真奈美さん。まあこれもう放送は終わっちゃったんですけど、星5キャラってなんだろうな。これのことかな、あの召喚のことかな。銀色モザイク召喚やりますからね、これのことかもしれません。で、街角魔族が検定ありますね。キャンペーンページへ行くことはできます。で、さらにですね、リアルイベント、キラーファンタジアセコンドアニバーサリーフェスですね。11月17日、私はもう申し込みました。こちらは。山のホールですね。抽選販売。本日5月9日ですが、明日までですね、受付は。当たってるといいな。日差しがちょっと心配です。さあ、トレーニングです。いらっしゃい。たった今、すごいわ。もう子供じゃないから大丈夫です。確実に周回は重ねておきたいところ。ここだけの話ですが、ありがとうございます。ヤヤさんはちょっぴり意地悪なんですよ。訪れてみましょう。もう少し。パンの耳は素晴らしい食べ物ですわ。安いし満腹になるし。パンの耳いいですよね。結構パンの耳って美味しく感じませんか？雑誌のゲームで召喚で、なんか特別召喚や。今夜はお月様が綺麗ですね。特別召喚やってくれないみたい。ありがとうです。とても助かりました。さあ、始めましょう。クエストです。まあ、とはいえ、あの特別なクエストがあるわけじゃないです。皆さんのために私ができることを。なので、今回は皆様のやりとりをノーマルクエストやっていきたいと思います。絵の狭間にての終盤になるのかな、もはや。こちらをやっていきましょう。赤とオレンジか。オレンジじゃない。緑だから青。青が起用されますね。
青、水色ですね。水属性そんなに強い人いないんですよね。そこは悩みどころ。こいつ取っていくしかないです。かな、行ってきます。ふー、心の準備ができてない。それ、当たってください。考えないとね。全力でやらなきゃ。この技で勝負だ。へい。オッケー。いいですね。へい。まあそんなに強くないのか、もう強くなってるのか、どっちだろう。まずいことになってるよ。平気です。皆さん、さあ今度は知能。少し待ってください。こうこうしてできました。いいですね。どうぞ。倒しました。やりましたね。お疲れ様でした。地に戻ってこられたね。谷にはクロモンがまだまだいましたからね。無事に抜けられてよかったです。キララさんもランプちゃんもマッチさんもほんまにありがとうな。ユウコさん、感動です。感激です。私これからも精一杯頑張ります。やれやれ。キララ、ルンのパスは感じられる？さっきからずっと動かないままだね。ルンちゃんが動かない、それっておとなしくしてるって意味だよね。本当に動かないわけじゃないよね。その危ない目に遭ってるということではなくて、捕まってしまってるだけだと思います。ドールもルンが心配なんはわかるけど、キララさんに当たったり一人で無茶したらあかんよ。そんなことしないってば。子供じゃないんだから、いきなり突っ込んでいったりしないってば。だから離せ。はい。やっぱりこの街も寒いな。なあ、宿屋に行かないか。この街には宿屋なんてないと思うけど、そもそも人の来ないところだし。普通は町に一つは宿屋と酒場があるもんだろう。それに NPC はどこだ。NPC、話しかけたらあれこれ重要なことを教えてくれるやつ。回復アイテムや防寒装備をくれるやつでもいいぞ。それ全部ナギのやってる RPG の話でしょ。あかん、寒すぎてお菓子なんてもうとる。ゆうこハマり役ですよね。仕方ないだろう。洞窟は本当に暖かかったから、しばらくは一歩も出る気がなかったんだよ。元からナギはデブ症なのかい？デブ。あ、自分で口にして傷ついた。大丈夫、
そういうことは言われてないよ。わかってるよ、響きが悪いんだ、響きが。でも言う通りあんまり外には出えへんやろ。暑いのも寒いのも苦手やし、買い物は通販やし。まあそれは否定しないけど、それでデブ症じゃなくて引きこもってるのがどうかしたのか。引きこもりは大丈夫って本当に響きの問題なんだね。いや、オーダーの影響が町によって違っているのかもしれないってね。そうなんだ。どういうこと？最初の町ではみんながちょっとしたことですぐに怯えていた。これは優子の性格に近いものだ。まさか次の町が子供だらけだったのもそういうことなの？トールさんが子供好きだから子供だらけの町に？なんでそれを。って私たちのことをよく知ってるんだったね。照れてます。でもそっか、この町は凪の性格に影響されたから引きこもっていたんだ。さすがの洞察力。引きこもってても部屋の中で運動してるからな。ただ寒いのがちょっと苦手なだけだからな。ちょっと今の話ってルンちゃんの場合どんな影響が出るのか考えれば探すヒントになるかもってこと？そういうことになるね。ルンらしい影響か。 A チャンネルすごいですよね。2011年ですからね。ルン様だとお肉ですか？あとは寿司とかかな。食べ物系以外だとぬいぐるみって可能性もあるぞ。あかん、候補が多すぎて絞りきれへん。ぬいぐるみだとどういう影響になるんだろう。ただこういう私たちの想像を超えてくるのがルンちゃんなんだよね。確かに。あそうやね。ならいくらルンでもそれはないだろってことを考えるか。うん。パンツ。ええ、さすがにルンちゃんでも異世界まで来てパンツを履き忘れてることなんてないよね。さすがにありませんよ。いくらルン様でも。あるかもしれないな。でもそないなことをどうやって確認するん？まあさすがに町の人たち一人一人の下着を確認するわけにもいかないからね。なら私が確認します。おっと、何を言い出してるんだ。皆様を困らせるわけにはいきません。私が頑張って確認します。危ないな。無理せんでええんやで。気持ちだけで十分やなあ、ナギトール。そうだな。うん、そんなに無理しなくてもいいよ。でもランプちゃんたちにはほんまに感謝しとるんやで。うちらのためにこないに頑張ってくれて。ゆうこさん、私も同じ。ランプたちが助けてくれなかったらきっと一人で大変な目に遭ってたから。トールさん、でも困った時はお互い様って言うしな。ちょっと困ったの規模がでかいけどな。ナギ様。はい、わかりました。無理はしません。私にできる範囲で頑張ります。そうか、いいですね。パンツの話なんだけどね。もうみんなさっきから簡単にパンツって言い過ぎやで。そうですね、恥ずかしがっている暇はありません。それに目の前の問題を放っておけません。ナギ様の休む場所を探すことも頑張りますから。おお、本当？じゃあよろしく。ナギ、わがまま言うたらあかんて。やれやれ、まあそういうところもランプらしいか。ストーリー結構長いな。そうや、ランプちゃんもそのナギ様言うんはやめよう。うちらただの高校生なんやから。
え？私は別にいいけど。なんか偉くなった気分で悪くない。ナギちょ、冗談だって。絶対本気だった。確かに。さあ次ですね。結構長いストーリーだったんですけど、これは難しいな。でも引き続き青ですね。相性の悪い相手にぶつかったら結構張り切って苦労させられるかなっていう気はします。ダメージ食らわないことが大事なんですよね。あそこちっちゃい子がこっちを覗いてる。本当だ。でもなかなか出てきてくれないね。ねえ、君どうかしたのかな。ああ、引っ込んじゃった。やっぱりちょっと傷つきます。でもまだこっちを気にしてるみたい。隙間からチラチラ見てるよ。うちに任せてえな。君よかったらお姉ちゃんとお話しせえへん。おっと、ヨコ逃げられたね。隠れちゃった。ちゃうて、きっとあれはナギの性格に影響を受けたんやって。それを言うなら怖がりなユウコの影響だろ。どっちでもいいよ。ねえ大丈夫だよ、怖くないから。出てきてくれた。出てきてくれました。さすがトールさんです。やっぱ同じぐらいちっこいと安心するんだろうな。ナギうるさい。どういたしまして。君たちは平気？誰か怪我した人はいない？そっか、羨ましいくらいだな。おっと、ルンちゃん、そういえばここに来る途中の脇道で水車小屋を見かけましたよ。急ごう。なんとかしなくちゃね。私に任せてね。まずは削っていかないと。チャンス。やられる前にやっちゃおう。恨みっこなしだからね。受けてください。もし返せなかった。そこだ。さあこれでレスキュー、どっちも緑なんですよね。よければ何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。一体を倒して勢力を弱めた方がいいかもね。いいダメージ。倒せない。やばい、死にそう。皆さん、お願いします。少し待ってください。
こうしてできました。おーっと、いいダメージ量。どうぞ。やりましたね。もうお疲れ様でした。やばいと思って先に攻撃しちゃいました。まだ強力な敵が出てきますね。回復の魔法師っていないのかな。僧侶あたり。気をつけないといけない。どんな敵だったかってことですよね。炎属性だと、炎属性は炎じゃないな。これ属性違うわ。ここまでやったのっていう感じですよね。この属性ですね、基地なのは。月属性で、全体。回復者いる？攻撃ばっかりだな。回復者が一人は入れないといけません。あ、いますね。ならば、シマリ。あ、足ひれが、あ、水車小屋はこの先です。今は心配するよりも足を動く。マッチさんはええこと言うな。なんだか最近妙に前向きな人たちと出会うことが増えたからね。うん、さすが炭酸2号でもないし炭酸でもないからね。君も教えてくれてありがとうね。見送ってくれてるの？なるほど。なんや珍しい。おい、どうしたゆこ。ちゃう、この子だけやない。この町の人たちみんな似たようなことやっとる。本当だ、足踏みしてる。何をしてるんだろう。青竹踏みやないかな。ルン、いつも通るんちから帰るときに引っかかってるよな。あ、間違いない、ルンちゃんの影響だ。あら、これでそう思うのか。そりゃパンツ履き忘れるよりはマシだし、こんな影響が出るのは確かにルンしかいないけど。確かに黒もんだ。案の定だ。そう簡単には行かせてくれないみたいだね。なんとかここを乗り切ろう。クロモンが出てきたってことは近づいてるはずなんだ。そうだね。頑張りどころです。それ以上みんなに近寄らないで。こっち来るな。あ、やあ、とりあえず一体倒しときましょう。痛いよ。こっちやったな。こっち来るな。
ッケー。一体倒したい。なるほど。こっち来るな。倒せない。力を合わせましょう。トニー名声権力。おはようございます。倒した。よかった。必殺。なんだっけ。わっ、囲まれてる。イエーイイエーイ。見てたら一回出た。倒しましたね、一回で。ソルトの計略と出てます。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。さあ、いよいよ大詰めかもしれません。赤属あ炎属性で、戦います。皆さん、ゆい。戦が近いんだ。ここまで来たらはっきりと感じるよ。あそこにルンさんがいる。絶対にルンちゃんを助ける。せやね、うちももう怖がって逃げてられへん。こんな寒いとこもう嫌だ、さっさとうちに帰る。うなぎが怖がってる。ルン様、今お助けします。そしてシュガーへ。ソルト、クリエメイトを解放するんだ。そうです、ルン様をいじめたら許しませんよ。すべて計算通りです。なんだって。あなたたちはこうしてわざわざ残りのクリエメイトを連れてきてくれた。無駄なく最適解を導き出す、それがソルトのやり方。シュガーと一緒ではこうはいきません。あの子はいつも想定外の行動をする、うん、でも今日は違います。もうあなたたちの動きは計算済みです。来るよ、気をつけてキララ。わかった、みんな。はい、いよいよボス戦かな。応援、あの特撮み特撮賞の応援。これまた質素なの。おっと、狙っていくものです。反対甘いですね。倒さないといけないのか。クリティカル。海の中さんを
越えてくるというのですか。もう一息。弱そうだから。私も頑張るから。行きますよ。2体目。そんなに力が強くない。クリティカル。佐藤さんは越えてくるというのですか。一緒に頑張ろうね。おっと、シュガペイさんは、さあこれで2個欲しがって行きますよ。欲しいです。これは過去的なかな。計算の甘いですね。スーパーで青だ。私が何とかしないと。彼女弱そうだから。使いましょう、これ積極的に。まだまだ行くよ。もっともっと先に行くんです。これで倒せるんじゃないかな、あのザコ2体は。でボスにダメージを与える。計算を超えてくるというのですか。あ、そう、回復キャラだった。ご無理な攻めをしないのも手を加えて二回攻撃か。意味のないものです。意味のないものです。当たってください。結構気づきましたね。出していくのです。この私にお任せあれ。戦略ってやつだよ。ソルトの力。きっとマークを外すれば。本気でぶった。子供扱いして、舐め聞いて。もうちょっとだ。おお。助かった。ここは私が頑張っちゃうよ。さあ、ゆい、バーニングチューナー。おお、すごい、低温の世界。5万7000。はい、阿部ちゃん。計算。オッケー、倒しました。みんな、お疲れ様。スターは怖いな。お、なんでしょうね。武器素材、カラフルな鉱石。もともに複製、幸福が訪れたというパステルジェル。解析。魔界その力はクリエメイトの力。あなた自身が戦えるわけではありません。つまりみんなに戦う。ソルトをあなたが捕まえることはできないのです。ソルト以外は。待ちなさい。あいつ水車小屋の中に逃げ込んだぞ。追いかけないと。まだ戦うことになるのか。ソルトのことだ。何か企んで。罠かもしれない。ひゃー。どうした。落とし穴だ。キララさんが消えてもうた。隠し、神隠し。何や、神隠しか。違う、水車小屋に入ったところに落とし穴があったんだ。どっちなんだろう。なんて古典的な手だよ。でも早く引き上げないとソルトに対抗できる人がいない。みんな手を貸し。お？あれ、みんなどうしたの。本物かなこれ。ルーン、無事やったんやね。トール、来てくれたんだ。 B もいる。おい待てって、なんかおかしいって。ルーンが分裂。そうだよ、だってさあ片方が偽物。ナギちゃんもしかして痩せた。と思ったら C もいる。どこに行こうかな。ほら、ゆうこちゃんこっちだよ。全部偽物だったりして多すぎるよ。ルーン様が1,2,3,4,5,6,7,8 窓ハンドかな。帰ったら何食べよう。やっぱりお寿司かな。どう
しよう、賢三さんが動かないの。それは残像だよ。本物かな、拠点は。ソルトの変身魔法だ。この中の誰かが本物のルンだよ。全員偽物という可能性ある。いくらなんでもこの中からすぐに本物を見つけるのは無理だろう。さあどうする。 どのルーンを折ったらええの。どないしたらええの。待ってくれ、僕たちの方にルンたちがどんどん近づいてきてないか。ああ、なら追わなくてもええんやね。そうじゃない、囲まれてるってことだろ。早く抜け出さないと。でもこの中の誰かが本物のルン様なんですよ。なんで囲んでるんだ。無理やり抜け出したとして万が一傷つけてしまったら。今はそんなこと言ってる場合じゃないだろう。ってどんどん逃げ場がなくなってきてるよ。なんで本物ルンを囲ってるんだろう。計算通りです。クリエメイトであるかどうかを見極められるのはやはり召喚師しかいません。ソルトの変身を見た今、二人のルン、本物とソルトが出てくることは想定したでしょう。ですがその想定を超える状況、大量のルンを揃えれば彼女たちは動揺する。計算通りです。唯一それを崩す存在がいるとすれば召喚師ですが、彼女はすでに落とし穴の中。見極める術を失った残りの者たちは全ての判断が遅れ、この状況が生み出せるというわけです。クリエメイトたちに逃げ場はありません。あとはもう捕まえるだけ。ソルトの勝ちですね。皆さん、その中に本物のルーさんはいません。本物は小屋の裏手です。なんでなの。今の聞いたか。ってことはこれみんな偽物のルーなん。言ったよね。トールさん、次ルンちゃんを語ったらやるって。せやな。何この数、その分何倍にしても怒っていいよね。ああ、いいと思うぞ。クロモンでした。こいつらみんなクロモンだったのか。じゃあソルトは。いました、小屋から出ようとしてます。お前たち動揺するんじゃありません。逃げるんじゃありません。それではソルトのかけた変身が解けてしまいます。他者の変身はソルトのとっておきなんですよ。この秘策に対応できるわけがありません。それに戦力ではソルトたちの方が勝って。それで、お、ひ近い。どうしてルンちゃんを語ったの。怖いな。それは謝ってる。そのごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。さあミッション達成です。すみません、ありがとう、助かっちゃった。クエストキーの金ですね。さあ、いよいよ大詰めでしょうか。よし、足首も縛ってっと。これでソルトも逃げられませんよ。かなりしっかり縛ったの。
相手は七賢者ですから、念には念を入れます。確かに、あっちは任せておいて良さそうだね。僕たちも早くキララを引き上げよう。ごめんなさい。ほら、優子が一番身長あるんだから頑張って。足はちゃんと支えとくから。え、ロープとか探してくるんとちゃうの？ほらほら、早く早く。ようやく上がりました。来た、助かった。ごめんなさい、手伝ってもらっちゃって。ふぅ、ええよ。さっきまでキララさんに頑張ってもらいっぱなしやったし。キララが戦ってくれてなかったらソルトも追い詰められなかったからね。トールさん。トール、ええ子やろ。はい。そう、ほんまにええ子やね。さっきのは、そう、ちょっとしたお茶目みたいなもんや。私が落ちてた間に何があったんですか？そういう話はしなくていいってば。はい。早くルンちゃんを迎えに行こう。キララさんの話だとこの小屋の裏側なんだよね。本物だ。助けに来たよ、ルンちゃん。大丈夫？どうしたの、トール？もう学校行く時間？そうじゃないけど、二度寝しないで。学校より大変なんだから。これキララたちの話してたクリエ刑事ってやつだよな。刑事マッチ。せやね、まさかその中でこんなぐっすり寝とるなんてびっくりやわ。捕まってた。キララさん、お願い、これ壊せるんだよね。二度寝しちゃったらルンちゃんを起こすの大変なんだから。分かった。ほんまに壊れた。キラキラって綺麗やな。ルンちゃん大丈夫？ちゃんとパンツ履いてる？そうです、それも確かに心配です。履いてなくても大丈夫。よかった、ちゃんと履いてた。確認したの？けど本当にルンちゃんが無事でよかった。ルンちゃん、どこか痛いところとかない？大丈夫だよって。あ、できた。どうしたの、ルンちゃん、何かあったの？トール、ちょっと手をすりむいてるよ。どうしたの？あ、さっき壁を叩いた時にちょっと切っちゃって。見せて。痛いの痛いの飛んでけ。いいってば、その子供じゃないんだし。じゃあこうかな。あら、トール、助けに来てくれたんだもんね。さっきの怪我もそれででしょ？そうだけど、みんな見てるし。よしよし、ありがとね、トール。頑張ってくれたんだよね、ルンちゃん。恥ずかしがってるね、トール。せやな。けどずっとルンに会いたかったんやから、これでええんとちゃう？うるさい。でも、ルンちゃんが無事でよかった。私たち頑張ってきたんだから。素敵な友情です。無事って何があったの？ギちゃんたちが羨ましい。キララちゃんたちといろんなところ旅したんでしょ？いやいや、羨ましいのは私の方だよ。
中にいれば寝なくても食べなくてもいいとか、クリエケージは天国じゃないか。壊すしかなかったのか。開けるだけなら他にやり方があったんじゃないのか。でもクリエケージを破壊しないと元の世界に帰れないよ。そうなんだ。ナギ、運動しないと筋肉って痩せ細っちゃうんだよ。それも胸のあたりから。胸のあたり。よし、壊して正解だった。もうナギってば。確認やけど、ここで過ぎた時間とかは戻った時に影響出ないんよな。そうです、全て元通りで一件落着なんです。ああ、そうか。だから送り返さないといけない。寂しくなって、うん、ランプちゃん、また会えるって。ゆうこさん、キララさんの力やったらうちらを召喚できるんやろ。戦うのはあんまり得意やないけど、ランプちゃんに会えるんやったら頑張って召喚されるわ。ゆうこさん、もう泣いたらあかんって。きっとまた会えるんやから。はい、必ず必ずまた会いましょう。やれやれ、これはしばらくランプは落ち込むだろうな。おっと、この音は。そろそろお別れの時間ですね。だな。こっちの人がいつまでも引きこもりにならなくてよかったよ。せやね。うちも次に来る時までにはもうちょっと怖がりを克服しとかんとな。その格好にも慣れておかないとな。それは無理やわ。今度はルンちゃんと一緒に来よう。そうだね、まだトールと冒険してないもんね。あ、ルンちゃんの好奇心が刺激されちゃってる。ここからまた新しい冒険が。新しい冒険。違うから、そういうのじゃないから、戻るだけだから。じゃあまたね。はい、皆さんお元気で。あ、気になって消えていった。これで終了かな。もう一回ですね。行っちゃったね。また少し寂しくなるね。ランプは大丈夫？平気です。ゆうこさんたちとはまた会えますから。また強がっちゃって。強がってなんかない。皆様の出てきた聖典も全部覚えてるから。それに今はやらなきゃいけないことがあるでしょ。ああ、そうだね。クリエケージを破壊し、クリエメイトの皆様を元の世界へ戻しました。あなたの負けです。それと言われなくとも分かっています。あなたたちに敗れたのは事実です。召喚師キララ、あなただけを抑えればよいと考えていたソルトの計算ミスです。まさかトールがあれほど恐ろしい存在だとは。そこを計り違えてしまいましたね。クリエメイトの皆様は強い絆でつながっているから、それを甘く見ないでください。なぜランプが出てくるのです。あなたには興味がありません。まあいいでしょう。召喚師キララ、あなたにクリエメイトを見抜く力があるのは分かってます。あなたのその力、ソルトは興味があります。それを知るために策を重ねてきたのですから。私の
力。ええ、あの状況においても見抜いた。いえ、判別してみせたのはソルトの想定外でした。あなたには一体何が見えているのか、それをソルトは知りたいのです、うん、あなたに教えるわけにはいきません。当然ですね。ソルトもあっさり教えてもらえるとは思っていません。しかし今の口ぶり、ランプたちは知っているということですね。そして何より、うん、あなたは否定をしませんでした。クリエメイトを見抜く力を持っていること、これはソルトにとって大きな収穫です。秘密があるんだ。必ずその秘密初めて知った。暴いてみせます。秘密だったんだ。捕まえた後も厄介なんて、厄介、本当に面倒な相手だよソルトは。うん、そうだね。パスの力を知られたら間違いなくキララが狙われる。いや、仕組みが分からなくてもキララがクリエメイトを見つけ出す要と知られれば一緒か。今キララ落とし穴に落としましたよね。キララが謝る必要はないよ。僕たちがもっと注意してなきゃいけなかったんだ。コールの力がなければ僕たちは戦えない、うん、パスの力がなければ僕たちはクリエメイトを見つけ出せない。悔しいけどソルトの言う通りだ。僕たちはキララを抑えられたらどうしようもない。確かに。だからその力は絶対に僕たちが守らないと。キララさん、どうしたんですか？このパス、何？誰が来るの？まだ一波乱ありますね。襲来その1。キララ、急にどうしたんだい？何があったのさ？パスを感じたの。パスを？ルンたちは返したばかりだろ。また新たにオーダーが行われたっていうのかい？多分違うかな。これはクリエメイトのみんなのじゃないと思う。だって今までにこんなパスは感じたことがないから。結構強力なのか。感じたことのない、あんなにおかしなパスは初めて。絡まってるみたいで、途切れてるみたいで、無理やりつなげたみたいな。無理やり？まさか。もしかして二人とも分かったの？パスはつながりを示すものだ。キララはおそらくそれを通じてコールをしている。そうだけど、それが何か関係があるの？それを、パスを無視している魔法があるだろう。つながりのない相手を連れてきてしまう魔法が。じゃあこれって。おっと、キララどうした？グッ、グッって、アルシーブだ。やっぱりか。もしかして。ああ、これが女神を封印しオーダーを引き起こした張本人、アルシーブ。神官、女神に仕えるものとしては最高位にある存在だ。確かに。アルシーブ、そうか、どうしてこんな真似をするんですか？別に女神がいるんだ。ソラ様を封印しただけでなく、クリエメイトの皆様まで手にかけるなんて。そしてオーダー
この世界は大きく混乱しています。あなたにはもちろん分かっているはずです。それなのにどうしてこんなことを。答える必要などない。アルシーブ、お前はおとなしく死んで寝返る。そんなわけにはいきません。ランプ、私の邪魔をするな。そこをどけ。どきません。ランプ、落ち着け。そうか、寝られてる。私の言うことが聞けないと言うんだな。はい、あなたのやっていることは絶対に間違っています。だから止めます。絶対に止めてみせます。バカ者が。ランプ、やめろよ。何の作戦もなくアルシーブに立ち向かうつもりか。それでも見過ごすわけにはいかないから。ランプ、私も。キララさん、私も手伝う。うん、違う。一緒にアルシーブを止めよう。おっと、戦わないといけないのか。光属性ですね。陽属性か。召喚士か。あなたを止めます。ランプに壊れたからか。最初はそうでした。でも今は私の意志です。おとなしく言うことを聞けば許すつもりだったが。そうか、歯向かうのならば容赦はしない。お前たち現実というものを教えてやる。障害はダメだ。え、勝てるわけないじゃんこんなの。容赦はしませんよ。全然ダメージ与えられない。これは負けない、負けるのかな。まあ抜群だからな。正面突破でいきましょう。お願い、間に合って。自ら、これは行くよ。進化。もうダメ。ゆうちゃん、どけ。あ、でもクリアですよね。まあ、今アルシーブが強すぎる。これで終わりか。口ほどのもの。キララさん、大丈夫ですか。なんとか。くそ、やっぱり力の差が半端じゃない。全くかなわないじゃないか。召喚士、今の力がコールか。そうです、この力であなたを止めます。そしてこの世界を守ってみせます。滑稽だな。その程度の力で叶うと思っているのか。叶うから叶わないからで決めたりしません。
自分ができることをみんなのためにしたいんです。英雄気取りか、愚かな。何を言われようとも私は召喚しきらら、ザレ事はこれで終わりだ。おおおお、飛んだ。キララ？キララさん、キララさん。ランプ、英雄気取りの時間は終わりだ。終わってなんかいません。相変わらず諦めが悪いな。コールでは何も得られない。そんなの、わかりません。まだ、これから、これから。これから？またその召喚師をこのような目に遭わせるのか。それは。自ら何も成し得ないものが未来を語るなど、笑わせる。もう一度言う。私の邪魔をするな。消えた。あれ？あ、キララさん、目が覚めましたか？眠ってたんだ。うん。今の何の匂いだったんだろう。え？何のことですか？あ、いや、何でも。それよりアルシーブはもう行ってしまいました。そうなんだ、私に力がないばっかりに。キララさん、まだ続きがある。アルシーブ様、申し訳ありません。ランプごときに不覚を取るなど、七賢者失格です。それを決めるのはお前ではない。神殿へ戻り、次のオーダーの準備を進める。奴らにとどめを刺さなくてよろしいのですか？もはやこれで歯向かおうとは思わぬだろう。おっと、油断だ。かしこまりました。どうしたんだいキララ。パスが、アルシーブのパスが遠くに。神殿に戻ったんだろうね、ソルドと共に。それにしても全く無茶をしてくれるよ。ここで二人とも倒れちゃったら誰が旅を続けるっていうのさ。ごめんなさい。キララもどうして自分からアルシーブに立ち向かったのさ。無謀だってことは分かってたじゃないか。なのに今はあの時とは違うから。あの時？ランプと会って初めて自分にあんな力があるって分かった時、あの時ランプが傷つくまで私は動けなかった。それがずっと嫌だったの。だから今度こそランプの前に立って戦おうってそう思ったんだ。キララさん、ありがとうございます。でもこれでこの旅は終わりにしましょう。ランプ、アルシーブに言われました。これまでのことで私は何も得られていないと。私は言い返せませんでした。その通りなんだと思います。力もないのに突っかかっていって跳ねのけられて、結局私は無駄なことをしていただけなんですね。ちょっとランプ、私のしたことでキララさんも危険な目に遭わせて、こんな
ララ。そんなことないよ。無駄だなんて何も得られてないだなんて、そんなこと絶対にないよ。だって私はランプにたくさんのものをもらったもの。コールの力だけじゃない、たくさんのクリーメイトたちとも出会えたし、友達にだってなれた。オーダーのせいで混乱しちゃった世界もほんの少しだけど助けられた。なのに、それなのに無駄だったなんて、そんな悲しいこと言わないで。キララさん。私ね、これまでずっと自分が何もできない子だって思ってたんだ。平和で何も悪いことのない村で育って、みんなが何でもしてくれて。でもね、そんな当たり前のこともいろんな人が守ってくれてたんだってこの旅で分かったんだ。私はその平和を守ることができる。今はまだできるかもしれないだけど、それでもやろうって思ってる。そのためにはランプと一緒じゃないとダメなの。あの時言ってくれたよね、一緒なら頑張れるって。私もランプと一緒に頑張りたいの。私は私ができることをする、すべての力を出し切って。だから行こうよ、世界を救いに。泣いてます。ランプ？泣かせちゃった。長いんだよな、こうなると。マッチ、それってどういう。知らない、キララ、あとは任せたよ。そんなランプ、ですね、まだあります。ごめんなさい、もう大丈夫です。まったく、泣き虫なのは全然治らないんだから。我慢してたじゃない、さっきのはちょっとそれができなかっただけで。できなかったらダメだろ。マッチもあんまりいじめない。はいはい、キララさん、さっきのお話本当にいいんですか？もちろん、あの時だけで言ったことじゃないよ。アルシーブの配下、七賢者たちはこれからもっと強力になります。戦いもさらに厳しくなると思います。キララさんの身の安全は保証できません。それでもいいんですか？うん、もちろん。この世界のためだもの、私はもう決めたんだ。はい、それじゃ改めて、ランプ、一緒に旅を続けよう、この世界のために。はい、召喚師キララさん、共に世界を救いましょう。感動してるところ悪いけどさ、旅を続けるならさっさと急ごうよ。早く神殿を目指さないと。そうだったね、
不肖ランプ女神候補生として、私ができることをします。候補生なんだ。そうだね、自分にできることだね。はい。それでそのランプ、今言った女神候補生って何なの？あれ、まだキララさんに話してませんでしたっけ？ああ、喋っちゃったよ。それを話したら他にもいろいろ説明が大変になるから黙っていようって言ったじゃないか。え、そうだっけ？そうだよ。だってその先にある話はわかるだろう。そうだね、そうだった。私、キララさんにお伝えしなければいけないことがあるんです。私に？はい、私自身のことです。ランプ、だからそれはいいの？無理です。だってキララさんは私を信じて一緒に来てくれるんだよ。私だって何も隠したくないから。それを聞いてキララが何て言うかわからないのに。大丈夫、信じてる。うん、私もランプを信じてる。好きにするといいさ。ただここで立ち話なんかしてる場合じゃないし、旅を続けながら話すことにしようよ。そうだな。次のオーダーにも備えないといけないし。そうだね。キララさん、パスはどうですか？クリエメイトはいますか？今はちょっと。ま、神殿を目指すのは変わらないか。琴の葉の樹、もう琴の葉の木も目の前だしね。この木か。そうです、そうだな。琴の葉の木に入れば神殿はもうすぐですから。それじゃあついにここからが本番ってわけだね。よし、じゃあ行こうか。はい、キララさん。おっと、全部のクリアです。これ5章黄色パニックが解消されました。ノーマルを5章前ですね。お、エトワリウムだった。いいですね。私が頑張らなくちゃ。ビーチバレーにユニフォームがないの、なんでだろう。明智ですね。立てたいのか？もちろんです。何がいいんだろう。みんないいですね。もっとキラノファンタジアっていうのがありますね。待ってろ、立ててやる。立てたいのか？これ初心者の。そうだ、日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。初心者生産施設を3個設置すればいいから、ここで生産施設を施設だな設置すればもうこれでクリアですね。私の仕事に妥協の2文字だ。これで初めてミッションをすべて達成いたしました。立てたいのか？私の仕事に妥協の二文字はない。施設だな。倉庫がない。
待ってろ。立てても施設だな。私の仕事に妥協の二文字はない。弱い方を狙うのがセオリーなんだよ。まだまだ先もあるみたいですね。ゆっくりレベルを上げていきましょう。すみません、助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。はい、というわけで、中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを。この A の狭間にてをクリアいたしました。ここだけちょっと銀色ですけど、こちらは隠れた時にクリアしていきたいと思います。次回ですね、またイベントがありましたら、プレイしたいと思います。ひとまず、A の狭間にて、第4章ですね。こちらを完全に、こちらを32節まで、終了させました。よろしくお願いします。以上になります。ぜひ、この動画への高評価、また、チャンネル登録などの方、ぜひよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画残り20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。